はい、どうもこんにちは。帰宅途中に一人で撮影してます。今日私が着用している腕時計はブルガリのディアゴのマグネシウムです。見えますでしょうか。ブルガリのディアゴのマグネシウムを購入したのは確か2016年17年あたりだったと思います。ブルガリというブランドはね、過去に様々な素材を腕時計に採用しています。今日俺が着用しているディアゴのマグネシウムはシルバー文字盤なんだけど、文字盤のシルバーの部分の素材がマグネシウムになってます。レッドの文字盤のディアゴのマグネシウムも持っていて、レッドの部分がマグネシウムになってます。ブルガリって今はディアゴのというシリーズがないんだけど、1990年代から2000年代にかなり人気だったシリーズだと思います。俺にとってね、ブルガリは思い出のあるブランドで、初めて購入した高級腕時計がブルガリのブルガリブルガリというシリーズの白文字盤です。20歳の時に分割払いで平行店で購入しました。40万くらいだったと思います。10回払いか15回払いか忘れたけど、分割払いを支払い終わる前にディアゴノというシリーズのディアゴノスポーツというモデルを購入しました。それはね、黒文字盤のクロノグラフで確か5、60万だったと思います。ここ5、6年だったかな。ブルガリはオクトというシリーズに力を入れてると思います。ただね、俺としてはオクトがあんまり好きになれないんですよね。ケースの形状が好きになれないんですよね。やっぱりブルガリってブルガリブルガリとディアゴノがそうなんだけど、ラウンドタイプでベゼルにブルガリと刻印されているモデルが大好きです。このブルガリマグネシウムなんかはベゼルがセラミックなんだけど、セラミックのような硬い素材に文字を刻印できる技術を持っているのはブルガリだけではないかもしれないけど、めったにないと思います。それでは、簡単な動画ではありましたが、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。Thank you.